どうなる,うなるおおもと元々の画像があれか <laughs> 確かにそれはそうそれはあるあ <laughs> これさ右下にさ、ま、全画面って <laughs> 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 本家から撮ってねえっていう <laughs> <laughs> 全画面 <laughs> 全画面って書いてある元の画像を見すっていうも,うもう素晴らしいやつをわざわざスクショで撮るっていう <laughs> <laughs> 頭がおかしいことしてるから。そっちのポテンション。夏男さんの紙イラストを。ちょっと待って、ねツイートしなかったから。おっと。よし。リツイートさせてもらうよし。えっと、裏島の辛辣相談室。およし。えっと、第2はい。はい、ツイートされましたよ。 アイランやっちゃ、アイランやっちゃ、よいよいされたかされてなかったら、もう知らん。そのままもう、ほんとに。うん、もう知らん、うんュあサムネとしては成功してる。おっ。サムネとしては成功してますね。配信。えーっと。あ、ほんとだ。本当だいいじゃん。右下に全画面と書いてないですよ。あれ、れてる。あれ、何の画像なんだ <laughs> あ。<laughs> YouTube。YouTube、えー。始まりました。始まりました。リツイートしよう。はいラシマ 相談室です、えーえー、ネタをネタと受け取れる方のみどうぞ暴言注意暴言注意 <laughs> いや、懐かしいですね。これ多分何年ぶりぐらいだろう ?2 年ぐらいかな ?4 年ぶりぐらいですね。多分4年ぶりぐらいもっとかじゃあ。いや、ごめん嘘さ4年ぶりやぞ。ちょっちょっ。2>, <laughs> 2年か3年ぶりぐらいな気するけどね。 新春、まぁ、あ、なんか、あの深夜にや、深夜にやってたよね、いつも。そう、春の時は深夜にやってた。うん、で、だん,だん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 健全な配信になっていくと。あ、そうそうそう。はいはいはい。ちょっと待ってね、うん、あの、あれします。LINE 打ちます、うん。お願いします。次です。よし。浦島の辛辣相談室。去年、去年、うるせえんだよおっと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 ボケだよおっとっと。 新春春のキャンペーンつってんだろな !10 月のキャまーつらいいな !10 月のキい危なあ1まだまだまんまだんだま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 だあだま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 いまだ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 まなまだ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 なだまだまだまだただまかまだ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 いだま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 ガソリンはまだ入れてないこれからちょっとガソリンまだまだだまだまだだまだまだままだ おいえいあガチモンや <laughs> ガチモン入れましたね。<laughs> ガチモンのガソリンをまずは投入して。ちなみにそれ何なんですかこれは氷結ゼロっていうやつです、ね。ああ、もうゼロ。もうやばいやつ。やばいっす。うわ、入れちゃった。ただ、プリン体と糖類がゼロという体には優しい。うん、あらまあ、いいですね。じゃまたあのブログの方に、うん。ブログには書かない。あ、かいや書いてた気がするな、これ俺。たあ、もう書いてた みな可能性あるもう確実にね、回し者と言われる。個人の完全なる。完全個人なんですかあれ完全なる個人ですよ。なるほど、なるほど。よかった。よかった案件じゃねえつってんだろうがよお俺？おいああ、そうです。コメントで安健を見つけた。キけろラタグ。カキどもだぜ。案件じゃねつってんだろうがよ。

影分さあ、まあまあうん、今回ですね、久しぶりに出しました、人の辛辣、ええまあ、相談室というわけでっ。いやー、帰ってきましたね。ま,たねまあ辛辣相談室というタイトルは確かに10月なんですか,もしかしてあこれが10月のタイトルではあるが、うん、毎年ね、春、はいうん、の、しかも深夜の12時回った時間帯に、2日とか3日とか、そのガチの三が日のど真ん中ぐらいに。はい、そうですね 昔はね、毎年恒例行事としてやってたものが、そうなんですよ。まあ今回ね、また春にやってきたっちゅうわけですよ。そういうわけですよ、と。春。これはもう、あのタグを浦田さんがあの募ってくれて、まあまあまあ、これは、あの、撃たれてもいいやつはってやつですよ。そういうことです。僕に言う、覚悟があるやつが、このタグに今投稿してくれていると。そういうことになりますね。はい。ドムのメス豚どもが追悼してるってわけですね、はい。まあ中には、あの、 なぜか傷つく人もいらっしゃるのでなぜかね一応ねなぜか自分そうそう確かにいるね自分からやってきたのになぜか歌れ弱くてあっシュンってなるそう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 何かんか知らないんですけど勝手に傷つく方がいらっしゃるので気をつけましょうほんと今のうちに追い消ししてもらってそすね。そうですねこれでもう今言ったんでこれでこのあとあか嫌やなっていう人はもうちょっと申し訳ないけどうん ブロックさせてもらおうかなと。まあ、すでにブロックはしてます。ああ、そうですね。ただね、ブロックすると、ブロックされたいとかいうクソ気持ちあるバカが、まあ、いるじゃないですか。はい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 、いますいますいます。ミュートが安定ですね。ミュート安定ですね。はい。ブロックされたことをスクシュして、私はされましたみたいな、逆に認知されましたみたいな、頭がおかしいクソがいるから。 ヘッダーにすりゃつるから。バカがよ、本当に。バカがクソガキみたいな、大ガキみたいなマウント取りやがってよ。ええ、もう本当に困ってますね。困りますよね、そういう方たちね。あ、まあ、これもネタなのでね。あ、ネタです、はいネタ。傷つかないようにしてください。はい。じゃあ、まあまあまあ、えっと、いろいろね。まあ、どうしますか、ハッシュタグあります読みます、まず。この、まあ、タグなんか、目に留まったやつとか読んで。はい。 それに、お互い、まあ、お互いでもいいし、交互に、なんか、答え、一個ずつ、はい。見ていくでもいいし、でも大いぶよ、これ。すごい数ないけど、ほんまに。まあ、僕も書いてもらったけど、読まなくてもいいかなと思ってますね。はい。まず、そこからっていう。あ、なるほどね、なるほどね。そこからね。そこからスタートしていくみたいな。うお、いいっすね。これがもう、すでに始まってるみたいな。あ、もう始まってたいこれ。そうそうそう。もう、これ、完全釣りです。釣りだったんだ、この、あまたのこのツイートたちは、ま、全く意味がなさない。これは、空振りやったこれこれ。 天才的な発想かなと思うので。発想いいですね。どうしますか、読みますか、これ。どうしようかね、なんかまあ。一個ぐらいいってみる。優しい、あれ。あら。マジどうしたん。いや。え。一個ぐらい行ってみようかな。ちょ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 、ちょどうしたん。優しくない。いやいや、ほら、あの、こいつら、あの。バカだからさ。バカだからさ。なるほど。あの、読まれると喜ぶわけよ。はいはい。あ、なるほど。頭バカだから。ええ。 だから1個ぐらい読んであげてもいいかなってバカな。なるほどね。逆にバカだといい。じゃあ、じゃじゃあ、まし、先どうぞ。いいっすかいいっすよ。なんかね、でもね、今、ばーっと見てるんですけど、はいはいはい。はいなんかね、しょうもないっすね、なんか、内容が。確かにクソみたいなのしかないっすね、はっきり言って。クククうだなどうしクうクク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 クなクククククようクク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  いや自撮り乗せててああなるほどあの評価してくださいみたいな人がいたんですけどあそれはリアルにだめなんですね。とね、ま、これがねまあ俺個人の配信とかだったら言ってたかもしれないですけどやっぱここは、はい、やっぱいろんな人たちが聞いてくれているのでねあんまりこの人の顔に、ね、人のお母さんとお父さんがもう汗水垂らしながらかけた、はいはい、かけたってねあの <laughs> <laughs> 手間暇かけて。<laughs> このブスじゃねえわ、えっと、この。じゃあ、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 じゃじゃあ、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 一ゃあ、じ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 っあ、じいあ、じゃ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 あ、はゃあ、じっあ、じゃ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 でじゃあ、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 じゃ いや、まあ、まあ、一生苦しんでほしい。まあ、まあ、確かに、俺も結構なるんですけど。あうらたさんなってるイメージある。もう五か月ぐらいのんないでほしいですね。ああ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。そいつです。あ一生でいいわ。一生治るな。一生でいい。うん。うん。た。バカだよ。ポンポンプリンのスタンプ、アイコンに仕上がって、ポケが。た。ポンポンプリンに謝れ。本当に。サンリオに謝れ。サンリオに謝れ。確かに。二度と。二度とピオ、ピオロランドに行くな。バカだポケがよ。へえ。じゃ、じゃ、私がですね。 えー、拾わせていただきますと。お。なんか、そうっすね。大したもんないっすね。<laughs> <laughs> 大したものないんすよね,ねそうなんですよなんか、うん。あー、なんか。んか関係ないんですけど、はい。シマリス、実写アイゴン多くないですか <laughs> これなん、これなんなんすか、これ。<laughs> これはですね。はい、これなんですか、これ。あのー、言っちゃうと、はい。こう、お花とかって、はい。 こうなんだろうなこうこやっぱこう声をかけてあげたりとか話しかけることによってこうやっぱもっと美しく育っちゃうんですよ花って。で、水をやりながら毎日かわいいねって言うとこうお花もね成長していくわけですよその飼い主によって花も。それとちょっとまあ同じでまあ女性のまあこのうちのリスナーもちょっと申し訳ないことになんだろうなこうなんだろうな。 虫が湧いてそうな鼻ばっかりなちょっと表現方法難しい顔が多くてでまあその顔たちを俺が見ながらあ今日も可愛いねっていうことによってこの子たちもちょっと待ってくださいんで可愛いって言うんですかわざえっこの配信は辛辣相談室なんですけど志麻さん今日うわ今日どうしたんすか待つんだちょっと俺に行こうよ俺にチャンスをくれ 俺がまず、ハッシュタグを拾いますかって言ったら、一個ぐらいもうそこからなんか優しさ出してるしやばいどうしようくっどうしたやめよう何俺は、お、あ、出た。今までの俺じゃないぜ。あ、せた。人格せた。ふぅ、なんだスクロールすればスクロールするほど、ツイートしてる奴はブスばっかり。やれやれ恥ずかしみを知れこの、メス豚でもああ、よかった。 治危なかった危なかった危なかったなんかなんだこいついややばい顔なついたわやばいまあまあまあこれは仕方しますか仕方しようかこれやばいなこれはいやすごいな今日まあしちょっとねちょっと情緒が不安定不安定ですねうん確かにまあじゃ今一度しかたないから読むか読むかうんおお早いね 最近友達が既読スルーをするんですけど私はどうしたらいいんでしょうだってどうもできななくい無理じゃああまあもう君はダメなんだよまあまあまあ君はもうその人から君その人から取って君はダメなんだよもうそういうことねやめなやめな以上 LINE やめな いやもうアンインストールしよう。アインストールしよう。俺はもうアンインストールした。今。したんだうん、しちゃった。しちゃったか。この配信中した。マジか。俺と一緒に LINE を消そう。そう、あ、いいね。そうしよう。そうしよう。一人じゃちょっとあれやから。そうね。俺とさんと消そう。うん。終わり。はい。以上です。はい。じゃあ次いきますね。うん。えー、辛辣のイメージ古くないすかっていう。えっと、アイコンがあの、坂田専用わ やつですねああ、坂田の顔に泥塗りやがってバカがうわ出たはじめだうわー恥をじめだお前はいちいち水差しタイプの坂田がやうわしかもこいつのタイムライン見ると、うん同じやつずっと連呼してる。出たやべ、読んでたわこいつの。うわもう一番読んじゃダメそれ。わやらかした一番読んだらダメなタイプの大ガキよ。十二歳ぐらいの大ガキよ。大垣大ガキ。大ガキ。 大垣よ。大垣。大ソガキよ。大ソガキですね。うんこれがダメな例ですね。はいダメな例ですね。気をつけてくださいね。ああ、やっちゃいましたね。今ね、今ね、終わった。YouTuber になりたいんですけど、何したら伸びますかって。俺らが知りてえよ。確かに。に確かに。バカにせんのがダメなんだよ。さあゴルフ見せこい。バカがよ。バカがよ。バカがよ。おとなきゃらってね。はい。うんちくえ。 うんえいや、食え。なん増えどういうこといや、えー、まあ、増えば伸びるんじゃないっていう話ですよなるほどね。うん、いや、ワッツゴルフを見ろって感じですね。あの動画が伸びない理由をあのー。 メモ帳に書いてリップしてほしいそうそうあの卒論みたいな感じでもう原稿用紙4枚分ぐらいにマジで提出して本当になんならあれに対してあのダメ出ししてほしいこうしたらそう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 よんどこがダメかどの発言がダメどの編集がダメとかそう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 まあ音割れに関してはもう言い逃れできんけどね正直あれはもうパッシブスキルやから最初からついてるもんやどうしようもないあれはどうにもならん消せないし直せないしまんほんとになうん 上です。そうですね。まあ、結構いろいろ書かれてますね。うん。おああ、ちょっと難しいですね。いいじゃないですか。えっと、浦島坂田線が好きすぎて死にそうです。生きろ。それは優しい。優しい。そこは生きてほしい。それは生きたほうがいい。そうだな。さすがに俺たちもね、そこまで悪じゃないに。確か。ただ、ボコボコにはする。 僕はクリアする。な、これ生きてほしいね。ま、これ優しいとかじゃないですもん、本当に。ほん当にくだてねくだらねえ。くだらねえ質問をよこしやがって。ガキがよちなみに、そのお便りは、ちょっと、なんか、緑のハートがついてますね。バカでしたねすみません、本当に。うちのもんですか。うちのもんでしたねあなた。あなたのもんです。うちのバカでしたねうちのバカがやらかしましたよ、これは。すみません。いや、許しましょう。すみません。 いいですよえっとですね。俺、うん、結構今ね、うん、最新の方を見てますね。ああ、俺ね、どんどん下に行ってるわ、今。あわかるわ、かる,それも分かる30。30分とか今。あ、うん、あ、すごい、いいね。めっちゃ下行ってる俺、俺、えー。じゃあ、軽いものから、ちょっと行きますか。うん、えっと、歯が痛いです、何でですかね。てめえの日々の鍛錬が怠ってるせいだよ。<laughs> <laughs> 日々の鍛錬を怠ってるせいでいてんだよ、それは <laughs> 虫歯じゃね。<laughs> 寝る前に5分でいいからやったらいいんだよそれ。やれちゃんとマーシーになってあの電動の歯ブラシでしっかりやってるからね。ブイーンって出ててるから。めっちゃしっかりやってるからこの人。そうそうです。なんかあれ一ヶ月に一回ぐらい歯医者行ってるでしょ。なんか聞いた話だと。うん。あ行ってない。でもあの先っち兆変えてる一ヶ月に一回ぐらい。すごいな。うん。素晴らしい。素晴らしい。u n d ー r the スイ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 へえ。へえ。 うんどうしました浦田さん、島さん、こんばんは。少しだけ弱音を吐かせてくださいと。まあ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 。まあまあ少しだけね。最近の自分は何をやってもうまくいきません。無駄に頑張っていて、誰もそれを見てくれなくて、さらにそのせいで体調も崩してしまいました。どんな言葉であれ、自分を見てくれている証拠になる言葉が欲しいです。だってさ。あ、ち長くて頭入らない。何言ってるか分からん。 半分あの寝てるから俺今、俺マジでマジで55分まで寝てた。ガチでガチであのったベッドに行ってたんだね。ガチで寝て。俺さあのだいたいいつもあの10分ぐらい前に、まあ例えばこういうあのコラボするときとかって、まあ浦田さんからこうラインが来て、はいはいそうですね。まああのやれるみたいなその通話いけるみたいな来るんやけど、俺59分まで待ってたんだけど。俺ずっと待ってて59分。 で59分まで待ってて、俺59分にいよいよ、今あのいるよ、通話って書いてあるよ。書いてある LINE 送って。OK って書いてた、俺そうで、OK ってきて、お起きてたみたいな。あぶね、ほんとに寝てたら、いや、ちょっとね、寝れるか試してみた。あ自分追い込んでたね。そうそう、そしたら寝たのよ。そしたら寝ちゃったんだ。そしたらね、アラームずっとね、遠くから聞こえてきて、ねべんべんみたいな音にしてんだけど、だんだん近づいてきて、とって起きた。 怖やなどんどん近づいてきたって怖っ。なんか遠くから聞こえてくる感じ。あ、ちっちゃいやつね。ちっちゃくから大きくね。そうそうそう。はいはいはい。あるね。いや、危なかった。ギリギリ起きたよ。うん。あ、こんなんありますよ。お浦島坂田線公式を使って暴言放送する自由さ。マジ自由。文字、文字。意味不明だろ、こいつ。めっちゃ自由って出てきたね。こいつ何れ誰っすかあ、それなんか。えはい、景僕は元気でやっています。 いつも応援してくれてありがとう。返信できてなくてごめんね。しっかり感じて見てるからね。ってあのプロフィールに,に書いてるやつやそれ。はい。しっかり書いて,て、ね、え,ー、えといてます、ね。あとはですね。えー、晩ごはんは野菜祭りにしてます。って3時間前にツイーいてます。野菜なんや。はい、ベジタブルおじさん。ベジタブルおじさん。<laughs> えー、楽は時として己に牙を向くな。<laughs> こういう系のつゆとさ、<laughs> うん、月に4回ぐらいやったね。ごめんなさい<つ>。<laughs> <laughs> 月に4回ぐらいなんかさ。もっと俺も頑張ろうみたいな。ダイエットしなきゃみたいな4回ぐらいやってるツイッター。月に5回ぐらい見る。見る見るね。交互してるんや、毎週。サブでね。サブで。サブで。本若ではない。本かでは言ってない。まあこういう人もいますね。ああ、そういう人もいると。変な人ですね。情緒不安定ですね。うん、彼も。できれば1行ぐらいとめてほしいですね、文字は。ああ、確かにね。ちょっと長い。 うん確かに確かに。ちょっと長いですね。うんいやシマリス、実写多いな、マジで。マジで。これだ、シマリスかなと思ってピッと押す。あそっか、みたいな。ああ。そうですか。うちの子たちはね、あの、なんかタヌキの絵とか多いな。ああ、タヌキの絵多いかも。そう、ちゃんとタヌキ。ちゃんとコタヌキ。ちゃんとタヌキだ。俺、ちなみに今見たこたぬきの子、ちょっとかわいかったで。 大丈夫ミスターんだこいつ気持ち悪いあれなんかもし優しくない確かにどうしたやめろ。やめるわダメだよやめる手出さんといてうちの子に人のよその子にはちょっと何もせんとく。うちの子たちや。うん。あの芋だと思って。ああジャガイモ。ジャガイモ。こいつはジャガイモかそうそう。 これもマーシーの,あのシュマリスのこう全員ナスにしか見えないかった <laughs>、うん。紫だね。そう,そうそうそう。紫だわ。お長いのがある。おあります彼、えー、これ4年ほど恋をしてません。毎日、<お>わしの彼氏どこ、どこだーという脳死発言をしていたくらいです。でも先日、私の推しが彼氏できるまで、俺を彼氏と思ってていいよと言ったんです。同時刻、<お>一生彼氏ができないことが決まりました。これは運命。 定めなのでしょ、文字数おぉ。わしってことは結構、いにしえの人間なんですよ。この人、彼氏とは言ってるけど、もしかしたらわしって言ってるから結構年配の方なんで。年配かつ、おじさん。おじさんの可能性高いな。広島とは死じゃないな、たぶん。ああ。なんか、うも彼じゃあ彼氏があある意味できていると。もうまあまあ、自分自身が男だし。 まあそうですね。仮に仮に女性だったとしても、わしっていう一人称の子はちょっとな。わしって使うなら邪気までちゃんとやってくれれば、ましたけどね岡山とか広島とかそこら辺のね。この多分、ちょっとこう、少しぶった感じっていうんですか、例えば標準語しか使えない僕が関西人ブルみたいな。あの感じですね、これ多分。 あ〜本人だけ面白いと思ってるシリーズやわ。そ,れそうですね。まあ、わしって、まあ、黒猫はいいんだよ <laughs> うせえな、お前は <laughs> あいつは昔からそうだろうがよ <laughs> 確かにパカかク黒猫、もう10年ぐらいわしいやん。確かに。あいつ、あいつおじさんだったのかわしや、あの人。あいつおじさんだったんだ。うわ。知らんかった。全然気づかんかった。違和感なさすぎて。うん、あいつおじさんだったんだね。じじいだったんだ。なんだ、びっくりした。 なんだ、じゃあいいやじゃあじじいだ年下だけどじいさんだ年下だろうけどじいさんだ年下のじいさんえっとおおどうしましたどうしました私事ですが今日誕生日ですえアイスケーキを食べましたうん浦田さん志麻さんの誕生日の話聞かせてほしいです いやですいやです。いやです。いやですバカか絶対しょぶりみせーんアイスケーキなんやしかもサーティーワンかな。サーティーワンかもねアイスケーキ食べたことないかもな俺あるけな俺ない買うか買うか買うか今度サーティーワン行こう行こうあのウーバーで頼むあえウーバーあるのサーティーワンっ確かに行かなくても頼めた気するけどどうだったっけ貴様ら貴様ら教えろ教えろうん。 たまに教えろたく、教えろっつってんのアイスケーキばっか食って、ブクブク太ってるってどもちょっとと教えろ教えろわあるってええすげえ絶対頼むわ今度え、頼もうね食べようよそれたまにはいいこと教えんな、こいつらまやなあなんだよなんだよふざけんなええー、さあ、D1 で調べっとえっとねえうわ、選べるマジだマジドラえもんアイスクリームケーキとか ポケケモンアイスクリーームキピカチュウ。ちなみに今さきの人ディズニーだったでなんうかディズニーのアイスケーキやったでえ回しじゃん。マジか。すげえ、アイスケーキあるんだ。食べようぜ。えいいこと教えてもらっちまったけど。ありがとうな。うあ、やばいん、たまには。たまには、マジでたまには。本当にたまにはやるな。これぐらいしかうことせんか。ら。うん。 これ以外だと、なんかツイッターに画像を上げるとすぐ来たものとか特定して、こんなに段なんですねとかわざわざ言ってくるから。頭がおかしいですね、ほんとに。ガキどもがよ。わざわざ調べる。調べるんじゃねえバカよてめえらじゃ到底、て、いや、やめてよ。ああ、気をつけろ。優しい、ん優しい。俺たち優しくなってる。やばい。やばい。あ、また、じゃあ、んえっと、飼い猫の名前つけてくださいってペットの。飼い猫。うん、猫の名前つけてください。犬。 犬ですででえっと芋食ってきてくれたことはシマリスの子なんやけどあいいすねこれあの後にリプで犬って名札作ってちゃんとね首はつけてね首輪つけて犬って名前つけてちょっとあの写真送ってください犬とかトカゲとかさもう猫じゃない感じのものにしようはいはい犬でいいじゃん犬で雲とか雲やばいね てなざるとかでもいいけど。てな <laughs> <laughs> 手ざるってどうやって読やる手長されて。ああ、げげ <laughs> 長い。絶対、てっちゃんとかなんじゃな名前が。<laughs> ああてっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、とかてっちゃん、てっちゃん。さあ、次いくか。おい。ああ、そうですね。お男性からの。ああ、いいね。えー、これ写真付きなんですけど、ああよく見つけたね。 彼女ができません。うん、コロナで出会いもなく、バイト先で、うんえー、気が合う人もいないです。うんうん、浦島坂田線のライブに男一人で行くのは心細いので、同じグループの彼女が欲しいです。バカだな、こいつ。<laughs> <laughs> 男ですよ、これ男,男から来ました。こいつはバカだな。煩悩の塊。煩悩の塊。煩悩,の塊 <laughs> 煩悩やな。<laughs> 煩悩マンじゃん。煩悩おじさんだよ、これ。まあでも、リアルにそうだよね。趣味合うね女の子とライブとか行ったらね。 うんうん確か楽しくてしょうがないだろうな確かにいやなんじゃジョインいやこの男の人あのグッズの交換も出してるんですけどあの譲るって方譲る誰譲るまず求めるの方あ確か求めるからの方がいい求めるがはいその譲ってる方の同じ柄の島さんって書いてあるねえまつまり求めるが島さんね 求めるが島さん。はいはいはい。じゃあまあまあ島のことがちょっと好きとよ。かもね。で、ゆずり方なんかまずい匂いでしてきたな。うん。えー、裏たぬかすかすだてめえは二度と女できねいからバーカ完全にすげえタイミングで今。ふざけんなよ、こいつ。やったね。なんてやつだ。やばいね。んだ、まあ一緒できないでしょうね、たぶん。一緒できないよ、これは。たぶんね、あの、手もつなげないと思うよ。手もつなない。 だあのシマリスはダメだからね、これ絶対。おお前、お前、なんか、いや、付き合ったんですよとか言って、彼女をシマリスとか言った一発、いや、二発ぐらい、千本ぐらいの爪よじ鼻に詰めたからな。腹殴るよね。確実に殴っちゃう。殴っちゃうね鼻鼻の骨折るかもしれないこれは。とんでもねえ男だな。ミュートしとこ。ミュートしたいや、いいですね。まあお男性からもね、こっちがしっかりパって、素晴らしい方でしたね。いや、こっちでしたね。いや、素晴らしい。なんだこれ。えっと。うん。 読みにくいなこれめちゃめちゃ読みにくい読みづらい経験ましたあ、なんかね、読もうと思ったやつの一個したなんかそのタイムライン見てるんですよ、その方他なんか書いてない方が、顔見せてって書いてあえ、俺らに？何言ってんのこいつお、お前なんかエロい子がなんかしとんの顔見せてじゃねえんだよいや面白いね。エロジジイかよこいつ顔見せてはちょっと面白い ですねカメラ配信、斎藤さんが何かやってるかもしれません。パンポンピンポン、パンパンピンポン、ポッポポポポ。パンフン。えっと、次何かありますか。え、マラソン大会が今度あるんですけど、ぶっちぎりで1位取れる方法教えてください。ねえよ、本当に。1個あるのをするなら、なんですか全員の足の骨を折る。どうやって 準備運動してるときにバキ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 キみたいな暗殺みたいな感じあれじゃないあの全員に連絡事項で次の日を教えるとかああ変わりましたってはい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 大河の時間ねそれ完璧じゃない完璧だね一人だけ走ってるやんそうそれはぶっちぎるよ確かにねそう相手すらもいないもんねまあ一人で一人でろって感じですよ そうだね。生涯、言葉を味わってくれ。えー、そうです。あっ、さっきのアイスケーキのやつ見つけたわ。見つけたうん、すごい。ねディズニーの美味しそうでも。うん。う顔面自慢はできないですが、特技自慢させてくださいって、あの、なんか、あの、手、手つけないさ、あの、側転みたいな。はい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 。え、動画を、動画、全中みたいな、なんていうのかな。棒 中何ていうのああ、あるね。見たい見たい見たいです。見せてよ。うそ。この技、前見たぞ、どこかで。この技、どこかで見たぞ。え、すげええ、なにこれすごっすごっえ、すごっあの、皆さん、10分前ぐらいにいるんで、あの、え、すごい。本人が嫌がったら本人消してください、このツイート。はい。すごっえ、しかも172センチあって。でかっ身長高いぞ、こいつ。すげえ なんしかも、かわいい。ちょっと待って、どうしたいや待てどうしたどうしたお前いや、見るアカウント間違えてたみたいじゃな。びっくりした。やれやれ、まったく。マーシー、常にあの、バッサーの画像しか見てないから。待ち受け、待ち本だと思う。マーシー、それ見てるからね。そそうお世話かかってるから全ね。ああ、すごいね、やねあ、なんだこれ。 なんかあの何のディスリーもできない、すげえしかいの。いやすごい純粋にすごい。ふざけてやがるな。<laughs> ああシいてよなそうだなお。なんすか。やっぱしょぼいね。なんか。お。技 <laughs> としてはしょぼいわ。あ<ー>ん、まあ。これ言ってもぐらいやってほしいですね。あそうそうムーンサルトぐらいしてほしいわ。うん。これだけやったら誰でもできるわ。まあ、新しいのに編み出してください。そうだね。あとこれだから五つぐらい技つけ足してあの二、ー、回転するとこ

ままあちょっとしし魅力がちょっとないかな。まあね。いや、測定できるってすごいじゃないですか、やっぱね。言ってしまってもいすごいから、これ超えてこないとね、やっぱちょっとそこは、うーん、なんかね、ちょっと、そうす、いいとこはちょっとないですね、自分のちょっとうちのリスナーは。まあね。うん。んあなんか、さっきの人、毎日やっとりますけどね ポエムツイート。何ポエマー。ポエマーさん、配信聞いてるやん。ポエマーさんでもフリートのあの、なんかさ、あれなくなったのいきなり。あなくなった、あのアゼラシみたいなやつね。微妙に続けてたのに、もうなくなってんの。はいえ。やすぎかって。確かに、民んかも。ねもう飽きたの。あららら2週間ぐらい続いた結構やってたけどね。ね結構やってたよね。いつの間にか、年越したらやめてた気がするわ。 今年はやらん。もう。ああ。あの、なんか、常時でやめたんじゃないうまく。はいはいはい。その、明けましておめでとうとか言ったことに、で、みんなもちょっと、ものなんか、そっちモード入るじゃん。ああ、おめでとうございます。みたいな。はいはい。新春モードに入って。そう、その新春モードと三が日っていう休みパワーを使って、うまく巻いた、みたいな。ああ。あの、マーシーの最後のブログが終わったみたいな感じと一緒ですね。はいはいはい。うまく巻いたみたいな感じですね。うまくね。はい。おっと、ロボプした。よし。おっと、これ以上は。これ以上は。 はい。まあまあ僕があのちょっと三ヶ月ぐらい遅れたんでまあしも遅れたって感じですね。<laughs> あの,の倍十倍ぐらい遅れて <laughs> 書こうかなって感じですね。十十 <laughs> 周年にかこいきなり。十周年周年にかこいきなり。<laughs> えー、さて。うんとね。もういいっすね。授業中に寝ない方法を教えてください、うん。なんでそんなくだらない相談所しないかな。<laughs> うん、夜寝ろ。 寝ろ、もう今すぐ寝ろ。うん、今,今寝ろ、22時に。もうこの,この,この後、なんかツイート、1ツイートでも見つけた瞬間もミュートです。うん、ミュートです、ねこ。こいつはもう。ミュートで報告します、僕はもう。う報告、もう凍結させます。凍結させる、うんうん。寝てください、もうそれ。気をつけろよ。え、バイトを始める予定なのですが、どんなバイトがおすすめですかねえよ、おすすめなんて。<laughs> 働けたくねえもん。働かねえのが一番だよ、正直。一番だよ。でも人間はな 働かねえと生きていけねえんだよお、そうだ。金がねえと生きていけねえんだよそうだみんな苦しい思いして、金稼いでんだよそうだおすすめなんてねえんだよどれもどれも難しいことばっかなんだよ楽な仕事なんてねえんだよバーカバーカ一個ずつお前がやってみて、一番落ち土地は落ちちゃったら、どこをやれよそうだよ <laughs> かすが。青が。あが<分>。落ちてしまえ。落ちろ。お前土日どうせ出ねえだろ、落ちろ。 休日出ないと落ちるから、あれ。ライブ行きたん休みます。あれ、休日出れるって言わないと基本落とされるから、マジで。バイトって。求められてるからね、休日。休日を求められてるから、はっきり言そうそうそうタグ。タグよ。ハゲがハゲてるかわかんないハゲてるかわかんハゲてるかハゲかどうかは知らん。タグ、気をつけろ。ハゲがハゲがどうかしら。ハゲだ、ハゲかどうかしら。ハゲてんな、これを確実に。 ううんん <coughs> おじさんだもうこんなことやったらもう47分やってんのこれ早く <laughs> あっ 42, 42分やったら早っ早いねびっくりした2秒ぐらいよ今体感全然よもうなんならこれで24時間配信できるからね俺 <laughs> 24時間ずっと辛辣配信 <laughs> 寝るななん,なんでこれなんでいやちょっと待ってくれいいですよどうしましたいやおどうしました やばい、なんか動画が送られてきたんだけど。やばい動画はい。頭あるそうな。頭悪そうな。それ、やばい。え、ちょっとミュートで開いてきて。俺今開いた。ああ、音とか乗ってないの。音ある。でもあの、あれ、捨てみ切れてないから。うん。やばい、そんなやばいんだ。なんか、やばい、一応送るわ。お願いします。やばくはないけど、なんか、どっちんだろう。 俺はまあ好きなんだけど好きなえ好きなんすか好きというか俺はぜひいいんだけどあのな何ていうんですかねあの旗から見るとちょっとやばい系のこちらになるんですが音のるんで気をつけてくださいラインススディか今 LINE に送ったんです音乗るんで気をつけていなんかサムネがすでに躍動サムネが躍動感すごくないなんかこれなんかちょっとやばいですねちょっと携帯で開いてみますお願いします うん、音のる可能性あるんだけど。お <laughs> やばくないですか？これこれこれなんだ？これ何？あっとああの,あの親が見ると泣きそうになるよ。<laughs> <laughs> これなんだ動画の音は？音はな音だけのっけたけど、これなんだ？ 親が見ると泣きそうになる娘たちのなんかあれ狂った姿って感じ。そうですね。これはらって書いてあるんで。ああ重症なんでしょうね、もしかしたら。重症だ、それは。よかった、なんかちょっと。よかった、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 センラーで。センラーで終わった、これが。あやうく。あやうく、やばいことになりそうだった。センラーだった。じゃあ、仕方じゃあまあ、それは仕方ないかな。 本人あの、主も主みたいな感じとかありますから。<laughs> <laughs> 主に似て。でももう一個あるけど、あこれ違うクリックした。えー、っと。うん<ー>。ああ、しょうもねえ。ばっかな。しょ,しょうもないですね。ーはっきり言って、あのレベルが低すぎるね。うん、うん。そうっすね。<laughs> な,んねえなんかねえかな。 ま、粒ぞろいではあるんですけどね。粒ぞろいではある。あどうしましたえっと、ワッツァゴルフ。わ伸びない理由、きました。なですかメモ帳というか、あの、直筆の、あの、ちゃんと、すごい。書いたやつ、きました。かいつまんでちょっと読みます。これ全部読んだらやばいから、長いから。まず、まずあの、サムネがダサい。おぉ。なるほど、なるほど。で、あと、同時期に、はい。 実写の動画が多かったからそっちに引っ張られてる可能性が高い。あーリアルなこと。やっ。あと、それゆえに、それゆえに実写のドッジボールだと勘違いしていざ動画を開くと、あゲームが見なくていいやってなってしまう可能性がある。なるほどね。あとあのえうんうんうんどうぞ。どうしました？私はこの動画を10回以上見ているからなんでなんで伸びていないのかわかりません。 もっと本人様から宣伝してもいいのかもしれません。<laughs> <laughs> ダメ出しではあるが、10回見てんだ。<laughs> うん、見てくれてる、一応。ね、研究はしてくれてるだから。めっちゃ研究してくれてんな。うん。いいやつだな。いいやつですね。なんだ、びっくりした。いいやつじゃん。ただ。あと、開発者様には申し訳ないですが、あまり知名度がないからです。なるほどね。見ようという気にならないかもしれません。はぁ、あ。以上です。なるほどね。なんかリアルだよリ,、はい、リアルですね、うん。10回も見られてたらリアルですよ、これが。 確かに。もうしっかりしたような内容ですよね。うん。もう二度とゲーム動画上げない。浦島忠則からゲーム実況。それ取られてしまった俺たちも。取られた。ん。今1万人見てますね。マジ？前も1万人ぐらい。すっごいね。このこの放送1万人見てんの？この配信人気ですよこの企画は。マジ？本当だ。1万人ラジオより来てるやんラジまあラジは YouTube ま合わせて。ああ y o u t u と合わせるとね4千5千きてるんで。確かに。 そうですね、すごいですね、そんなに。そうですね、なかなか。あ、<え>とんでもない、早いな下心丸見えないやついますよ。マーシー見つける能力はすごいな。えー、私は専門学生です。はい。音響の、音響の仕事を目指しているんですが、あらま、よく依頼をされている企業はどこですかハハ環境程度に知りたいです。<laughs> このガキャーこいつ、<laughs> 言うかよこいつ、裏から行くな。 行くつもりまんまんじゃねえか職しよ。うとしてなこああ、行こうとしてるわ。ああ、すごいやつだな。うん。えっとね、ちなみにですけど。ちなむちなむな。ちなんでいい話じゃないのよ。びっくりした。まあ、でも、その、なんていうんですか、あの、強欲な感じとか、その、なんていうんですか、あの、そういう感じはまあいいですよね。まあ、なんか、直接的なの、この人しか今いなかったんで、すごいですね。そうですね。まあ、なんとしてでも一緒に仕事したいんでね。なんとしてでもつながろうとしてる。つながろうま。 ね、ちゃんと仕事してくれるんやったらね、うん、いいですけどねそれは、うんあの。いましたからね昔にね某、うんえー、事件になったね23年前にねなるほどね。 とんでもない大クソガキがね、情報を流出させて、バカがマジで頭がを取る。犯罪行為を犯した人がいましたけど、笑い話じゃないけど、マジカスがいましたね。ゴミカスがいたんで、こうなっちゃダメということですからね。仕事はね、真剣にプロ意識を持ってやっていただくということで、そうですねいつかね、音行担当してもらいましょう。そうですね、頑張ってもらって、しっかりと。うん。うんえ浦田さん、島さん、こんばんは。どうも。今年の この一月二日、推し推しの寝起き配信を堪能していたところ。親友から婚約報告が来て。ついに独身貴族サロンが解散になりました。なんだそれ。何何何それ。あくま単語使ってくんない。分からへんね。分かんやね。エベレストの頂上からマリアナ海溝へ突き落とされた私に慈悲の言葉をお願いします。なんなんその。まあ多分まあ親友から婚約。まあ多分。 結婚したんやつ相方みたいな人がおったけど先に結婚しちゃったんこ多やつお互いまた、あ、ぶ独身貴族サロンって、まあ、勝手な名前を付けて、まあ、私たちお互い独身よと裏切り合わないようにと誓い合ったんすきっとはい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 それがなぜか、うん、ちょっと私結婚することになったわってなってもう裏切られたと <laughs> 裏切られたとなるほどねざまあ見ろって感じですよ ねいつまでたってもね、そんなね、鈍行みたいにね、足踏みしてね、その場で、んえリニアカーでも乗ったらどうかねパブロ・ピカソピカソ以上です。以上です。ありがとうございました。ね二人三脚でゴール無理よ。無理よ、それはいつか裏切られるよ、絶対。あのね、なんかロードレースとかで一緒に走ろうと一緒。あはいはい、最後にね。最後に張り合って、戦いになるか、ちょっと置いてくわみたいなやつ うん、俺先行くわ、みたいな。うんそうなあるあるある。俺は、あのー、気づかないふりして先行った。<え>っ <laughs> ひどいい <laughs> っちゃったんや。確か、そう。うん。あらあら。お、はい、えー。彼氏でもないのに。うん、手を繋いでくる人、どう思いますか。ええー。やばくない?。どういうこと?。だから、全く、全くでは。その、な、うん何でもないのに、急に手繋いでくる男がおるってこと。男がわからんけど、男やろうけど。まあ、でも、それを良しとして言いますよね。 ああ受け入れてるってことね。まあ、その後に文字で私は嫌なんですとかがあ、な,ないですか、それ。ないんです。どう思いますかびっくりはてな。どうも思わねえよ別に <laughs> どうも思わないです。どうも思わねえ人の人の人同士の恋愛だろ、それ。どうも思わない、うん。勝手にしてろ。勝手に、よそでやってなよそでやってなうちはうち、ひどくるよそはよそ !5 に入ったよ、5にしたかいた、ね、コメントであの嫌だな、ね、気持ち悪いとか言ってるけどお前、じゃあそれがマーシーがいきなり手ついにきたらどうすんだよ、お前。なあ <laughs> 俺が手繋いだろうぜ、坂田が繋いだ、千両が繋いだろうするないきなりお前らの手を喜ぶ喜んだ。人によるじゃねえんだバカが。気付けやってみたいな、それなんかな。動画の企画でさ、なんかこうアニメイトーさんとかで、俺の CD 手に取って、手を勝手にガッと掴んでさ、すって掴むて掴んで。そしたらどうなるか、確かに。どんな反応するかっていう。コロナが落ち着いたらじゃあやります。ああ、いいですね。確かに。やりますね。心臓たちに止まる可能性は。 おこ、ちょっとでなんかなん香ばしい時ヤッホー島君浦田君元気かな <laughs> 小生明日も仕事だけどなかなか寝れないよ汗汗早く二人に会いたいよーなんちゃって天気悪いと気分も良くないよね汗汗じゃあ今日は会社休んで小生とドライブしようーなんちゃって <laughs> <laughs> ちなみにそいつのタイムラインが顔見せてだったから確かうわ やばっガチじゅうほんまやうわしかもフォローされてないし。なんでだよフォローして村田さんもフォローされてないし。なんでなんなんこいつやばなんなんだこいつ。ほんまや顔見せてって書いてある。うん、怖いよね。うわ、気持ち悪うわ、やったな。やったな、完全に。やってしまったわ。俺も罠にかかってるやん。こいつの罠にかかってるやんけど。毒ガンに。 毒にかかっえっとお金と愛どっちが大事あ<ー>、まあマジレスしちゃうマジレスマジレスしちゃうマジレスしてもいいよ。<laughs> 愛がねえと<お>恋は続かねえし金がねえとお,お,お前ら食わせていけねえし<お>どっちも必要なんだよ。かっこいい ブユーデンブユーデンレッツゴー島のオークロを引きちぎるブ伝ーデンブ勇ーデンいいこと言うじゃないいやでもそうじゃないマジで。両方ないとダメよね。ダメだわ。いいこと言った。真らつに言うとお前に答える義務はない。俺辛辣つに言うと金だけ置いてとかけっておった。 危なかった、俺。危なかった、危なかった。マジで言うとこだった、今。危なかった。俺も金とか言おうとしたんだけど、ちょっとさすがにそこの好感度だけ落とせなかったね。そうですね。わあこれちょっと、ちょっとあの、次のお便りなんですけど、はい。辛辣相談室じゃないですか。ちょっと来たんですけど、はい。医療従事者です。日々、頑張っているので応援してください。いや、マジで頑張って。 これは頑張っていただいて。いつもありがとう。これはちなみに昨日22歳のお誕生日だったそうです。それは知らん。それは知らん。それは知らん。本当にこれはもう頑張って。一人でケーキ食え、お前。一人でケーキ食え。それは一人で食うべきでは。それは知らないわ。なんかね、しっかり仕事頑張ってくれてんのはね、ありがたいですけど。嬉しいですよね。誕生日なんで知らん。わそれは知らんわ。ついでになんか、あの、おめでとうって言ってもらう。した心よ。ダメですね、それは。 一番やっちゃダメです。カスって感じですね。その部分に関してはカスそうですね。はい。気を付けてください。二頭もの、うんたらかんたらですよ。二頭もの、一流ですね。一流。一頭えず。一頭えず。もう五十八分なんですね。すごいですね。はい、じゃ、あ、もうちょっと拾ったら終わります。そうですね。すごい。一万に未だにキープしてるんだ。ね。普段から聞け。お前な普段の配信から聞け。 普段から聞いてくれよさ。ふだから聞いてんのか。まあ、まあそれ許そう。あこれは何だ何じゃべえ。いや、ごめん、動画やったんやけど、あの、紹介するまでもないゴミみたいな動画や秒ら、6秒、6秒返してほし何時かした。いや、ムーンサルとして死にかけた動画見てくださいって。何 動画があるんやといや違う違う人違う人違う人ムーンサルとして死にかけたので死にかけた動画見てくださいって見たんやけどほんまに死にかけてるから見る方がいいわこれはああ首から言ったみたいな感じ言ってるパターンやね同じか見づらえそれ危ないですねそれ見てちょっと心配するじゃん完全に心配するねまあこのねこの画像をつけてるやつあの目に止まるように見ってるからカスばっかです確実にカスですね基本カスですね あのー、人のリップに自分のリップあのフ,ァあのファボとかして上に載せるようなやつと一緒ですああ俺私リップしたからちょっとファボしてくれんって鍵開か,かとかで言って稼ぐ人ねそうなんですあの LINE 会議とかに言ってこれちょっとファボしてくれんって、うん、最近見なくなったかな <laughs> あ<ー>もしも聞いたら<聞>多分俺多分全部ミュートにしてるな <laughs> <laughs> さようなら。ガチミュートにしてるから、多分さようなら、皆さん。昔、消えたよね、多分みんなね。確かに消えたかも。消えた。あの、あれ族消えたよね、多分いい、いい社会になってきたんじゃないうん。いなくなってきたな、多分すごいわ。うん。やる。いいですね。さて、拾わなきゃな。いや、いいですね、めちゃめちゃ。やるじゃん、貴様ら。 褒めてやる。お褒めてしまったついに。うん。まあ最後ぐらいはちょっと雨を。あまあ確かに確かに、うん。褒めてやる。来なさい。なで,撫でなで。なでおね。<に>いやなでなでしてたなと思って。あ<ー> <laughs> 本当だ。ムーンサルとして死にかけたと。痛 <laughs> <laughs> いたやろ。こえーなこれ。あ膝からギリギリ膝と顔かいい。そうそう。顔面から怖えーなこれ。 怖いですもなんかこういうなんか何、うん、ていうんですかこう、まあ、特技と言いますか、うん、こういうなんかちゃんと、うん、ち,ゃんちゃんとやってる人っていいねね、うん、すごいななんかこういうすご自分の特技の動画みたいなのちょっと欲しいみたいな、ね、あそうそうじゃわかるわかるわかる、ね、俺たちにできないこの特技を披露する回みたいななんか絵描くのも実際はまあ特技の一つじゃん <laughs> そうね うん、そういうのね、集めたいよね。まあ、動画で見、えっ、ー、と、配信で見たいな、みんなで見るみたいな感じ。ねえ。これすげえわ、ね、<laughs> 確,か確かに、確かに。え、乗馬してるんだけど。マジうん、特技見てほしいっつって。おい、特技悪い、ハスタグじゃねえんだよ <laughs> <laughs> おい、趣旨が変わってきとるぞバカがおめえ、俺らが褒めたからって調子乗ってんじゃねえ <laughs> ガキどもが、うん、別のハッシュタグ用意するわそれは調子乗ってきたね、うん。私のハッシュタグをとかで、ね、す<う>。私の特技見てくださいってやつにするも<う>だって見ると、顔面はダメだけど、<う>ピアノは弾けますとかもうだんだん別なやつら増えて <laughs> 全然ダメじゃん。<laughs> 全然ちげえやつが増えてきてるもん。調子乗るなよ、馬乗る前に。本当にうん。おう ありがとうございますスタンディングオベーション。もう一度言ってもらっていいですか何ああ、えっと、調子乗るなよって、馬乗る前に。ブラボー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  アンコールしてるよ。<laughs> アンコールすな。アンコールすんな。うんうん、うわ、愛知バランスをやろうとしてるやついな。うん、うわ、こいつでもね、ではリスとしてこちらで対抗させてくださいって。うわ、あまら、あ、リス出ちゃった。<laughs> 対抗意識が燃えてきてるやん。対抗リス。対抗リス。対抗リス。コトバーサスリス。 特技特技のぶつけ合い選手権。特技お披露目選手権。今度やるか。今度やるか。いやいや、あの、コた抜きシマリスオリンピック大会みたいな。私はこういうことができますが、あなたはできますかつって。できますつって。点ンスってね。面白いな、それ。ちょっと面白そうねオリンピックぐらいな人数いるもんな。選手層熱いもんね。確かに、確かに。全国大会できるよ。地域別でやる。すげえ。 面白い。趣旨変わってんの面白いけど。いい変,変わってきてるね。うん。ちょっとあと2、3個じゃあ、2個ずつちょっとなんか拾っておりますか。そうですね。これ厳選して、ね。えーっと。うん、<ー>ま、もう一旦動画は僕はもう拾わないんで。そうですね。画像付きもちょっと拾えないですね、うん。もうダメですよ。うん、もうもうもう。 うん、もうなんかもうまた別なあれになってる別なあれ選手権になってる、うん、別なあれ選手権になってる、うん、こう考えると画像付つ多よすぎだろ、えー、<laughs> <laughs> どんだけ、ね、どんだけ目立とうとしてんだ <coughs> もう拾わないからねこれ、うん。もう画像付つ拾わないから。一切えっと友達と雑談するときの話題が思いつかなくて、うん、いつも天気の話を永遠にしてしまいます助けてください天気の話すんの やばいね。気象予報しかなんかになろうとしてるかもしれなあ、その可能性の方が高いか。うん。もう何も言えない。でもダメだこいつ。今ね、そのツイッター撮んないけど、こいつの。33人フォローしてんねんけど、浦島坂田線誰もフォローしてない。こいつ。ゴミアカウントじゃん。ゴミアカウントや。ゴミアカじゃん。でも、命は フォローしてる。なんで命してる <laughs> <laughs> こいつあれだろう、あの、フォローバーしてくれる人だけするみたいなやつだ。ああ<ー>、いやでもね、33人フォローしてて2フォロワーやから。違え。全部空振りしてるよ。<laughs> ダメだ。<laughs> なんでだわ、うん、からん。わからん。フォローしろ。フォローしてないやつ。うん、いや、今、見ようかなって、その、うん、リップ見ようかなと思ったら、かぎあかにその瞬間になった。で くそー<や>惜しいことをしただけさまったく <coughs>。でも相当見てるんだろうな <coughs> 配信を。うん。お、はい、去年友達に誕生日プレゼントとしてグッズをあげたんですが、お売られました。<coughs> それを指摘したら、<coughs> 敬語で、申し訳ございませんでした。縁切っていただいて構いません。かっこ煽りとの返しが来て、 それ以来絶好状態となりました。うん、これ私悪いですか辛口でもいいので正解を教えてください。えー、マシンお願いします。いやー、たぶんちょっとあれじゃないですか。なんか向こう側がやっぱり、うん、どう見てもそれは、うん、あちそ育ちが悪かったーかー、まあ、もしくはあなたが悪いかな。相,まあ、相手が人間じゃない。 あーうーんまあ150%、まあ、100%相手が悪いですね、うん、まずは。まあ、まあ、そうね。まずは。まあ、そこは多分ね、<が>相違ですよ、これは。誰が何を聞いても100人中100人、うが悪いというね。うん、てか、うん、人間じゃねえな、こいつ。<laughs> <laughs> でも、うん、強いて言うなら、うん、やっぱ君も悪いかなってとこですかね。やっぱ、その人間じゃない人と、うんうん お付き合いをしていたというところでやっぱ見る目がなかったということですかね。うん、まあ,ある意味、その高い授業料、まあ、いくらのものを上げたか分かんないけど、まあ、しっかりとした高い授業料になったと思うし、うん、もうそういうやばいやつがネットにはいるっていうのをこう改めて知れたから、あ今後はそういう人間じゃねえやつってやっぱいっぱいいるから、それを見抜くといいかもしれない、ね。いい勉強になったね。いい教材買ったわ、それはうん、うん。いい教材本当に <laughs> とんでもないやつやなやばいねあげるよありがとう売ったけどすんませんなんすかって元気ってもらうあの絶交してもいいよってまあ売っちゃったけどさ絶交してもらって構いませんけどいいってとんでもないなやばいよなやばいようん。いるんだでもそういうやつね気持ち悪いいるんだ吐き気がするようなやつととちょ一瞬でも友達になっちゃったねかわいそうだなこいつ ラスト、えー、1ラスト一個ずつなんか思ったよりめちゃめちゃ時間が過ぎるの早いわそうっすね、うん、うわーなんかうんあいか最悪や下にスクロールしたらなんか更新されて全部消えた消えた消えた <laughs> 最悪や、えー、配信6が残りますか、えー お母さんにご飯呼ばれたので。<laughs> <laughs> まこれの質問で答えるのは、ちょっと生にリスが書いてあるんで、ちょっと島さん。うわーえっ、ー、と、何や、ね、親に呼ばれてもう聞けないから、録画残るかって話そうっす。大ガキやん。大ガキ。大ガキやん。こんな時間こ。これどうしますいやーまあ、どうしますかど,どう でもこれ10分前なんで多分行きましたね。飯に。<laughs> もう行ってるね、これ。<laughs> <laughs> <laughs> こんな時間に親に呼ばれて飯食い、飯食いながら聞かなかったのこれは厳しいそうですね、これはもうあの11分前でタイムライン見てもそれ以上ないんで。うん、あもう行っても、<飯>行ってもおいてるは。あのように行ってしまってるよはい。これは残しますかどうしますか どう,ど,うどうしますまあまあ僕はどちらでもいいんですけどどをしますかじゃあ、はいね、まあまあ、まあ、今,今うんやめときますかどうしようかなじゃああのー、そうだなえー、っと志麻、まあ、さんはトレンド入ってるから浦田さんもトレンド入ったら残すかな <laughs> <laughs> あ確かに確かにああなんかなんかーーまあしまあ配信前から乗ってたのもいいけど俺乗ってないし確かにねうんそうだねあ<ー>、まあ、ちょっとだけ時間はますけど、うんまあ、乗らないようなら、ねあまあ、にお話入ったらねそうですね、うん、はいこタネキは頑張ってきてくださいね頑張っていただいてね志麻、うん、<laughs> さん志麻さんのそのトレンドのタグがユーチューバーなんやけど <laughs> <laughs> ユーチューバーなってたわ、俺。俺エンターテインメントしまさんだ、ね、デジタルクリエイターが、ユーチューバー。そうそう、デジタルクリエイター。<laughs> 何なん、デジタルクリエイターって。確かになんだ、デジタルクリエイター。<で>これ、何したの、乗ったんだ。分からん。タグじゃない、多分、やっぱ、このタグ。ツイートのが多かったな。うん、なんか、配信前から乗ってたんですよ、志麻さん。乗ってたね。うん。うん。 うん歌枠のあとからああなるほど配信やってたからんそれでプラスでこれさちょうど、うん、えあらさっきから大垣ってなんやねんっていうのクソコメが何クソコメありますねこれツイッターですかツイッターですうわ本当だ1分前はわダセえなこいつえっ、ー、と <laughs> <あ>保護地区ってなんだかこれ、うん ほぼ地区ってんなんすかね俺、センラーハート、I love singing music is all about me, entertainer, main, 先生先生。ほんまや。ほんまや。英語や。か、海外のリスナーさんかも。海外の人か <laughs>、うん。海外のリスナーかも。こいつ、なんか、あ、なこいつね、毎日なんか動物の森の画像を使ってるよ。あらわ、 動物鬼にこびてるこいつ毎日毎日やってる2時間前じゃあ今日もそろそろ来るんじゃないそろそろ来るそろそろそろ来るよ多分そろそろ来るなこれは今日は寒いねとか大垣ってなんやねんってやるかもしれない難しいん。面白いいっすねまましいですねなんですか大垣って <laughs> 俺,も俺も乗った乗った手前あれなんですけど <laughs> いやなんかそのなんだろうなこうやっぱガキっていうとなんかちょっと、うん、なんか鋭いトゲがあるというか<ー>なんかちょっとなんか俺たちもさこのガキがとかってちょっとまあ嫌じゃないですかはいまあ確かに大ガキやったらなんだろうこうちょっとなんだろうな,、うん、なちょっとオブラートに包まれるオブラートにこう滑らかになる感じがする、ね、ですかやっぱりうん クソガキとは違う,う,うってタメ口されてますけどクソ <laughs> ガキはほらもう <laughs> わわ悪口になっちゃうからもうクソなんてついたらうんこだからああなるほどねタメ、うん、口に関しては寛容なまわしああいや<ん>それいや <coughs> それはもうちょっとあああの今ミュ,ミュートにしましたそそはあまあ俺もミュートっていうかあのこの世から消しました今 <laughs> この世から消した <laughs> <laughs> 消しておきました。消しましょう。タグ。気をつけろよ。気をつけろ。けろーえー、っと、<ん>この日本のトレンドの裏ですね、これ、昨日の使い回しじゃないかと思った。あ、昨日のツイートだったか、びっくりした。トレンド乗りましたよと思ったら、たね、昨日のツイートだった。なあ。使い回しでこいつ、俺の気分を上げたのかもしれない。<laughs> <laughs> <laughs> そんな気にリスとケアしてるやん。悪く<そ>やってな何そ <laughs> れ <laughs> どう乗りすんなよ待って、これ来てるから空港は顔パスでしょーっても用意してた。あの、センラってやつが。<laughs> <laughs> あほら来たうわー来てるやんすごいこいつ。これ来てるから確かに空港のあの、22時間前。あちゃん、22時間ごとに更新されるんだ、これもしかしたら。 うん、やるちょう,どうわーちょっと,ちょっと DJ コーみたいなアイコンを書きやらしてちょっとなんか俺らの手のひらで踊らせた感がありますねか確かにこれちょっとやられましたやられましたねられまし、ねうん、やったのかやったのかやられたのか大地区保護地区か大地区まあまあそろそろ終わりますか <laughs> そうですね、えー、まあトレンドには乗らなかったということで <laughs> <laughs> もうちょっと時間があれば、これは乗らなかったということでね。答え抜きの皆さん。はい。これ残念ながら乗らサイズエリアの社長が出てきたもんだった今トレンド。<laughs> <laughs> <laughs> サイズエリアの社長が,がいきなり出んなきついな。<laughs> 出てきたな。それはきついなマジで。サイズエリア出たか。<laughs> サイズエリア出てきた。まあまあ残しましょう。そうっすね。ええ。 優しさを出しましょう、ここは。ええええここは優しくしましょう。いや、まあでも1万超えでね、ずっと何分も。なんか最初は、最初は3人ぐらいしか見てなかったのに。三人俺と浦田さんとも誰かやん、それ。そう。配信者とマーシーと誰か。追っかけ誰かが。誰か一人追っかけの人が。それで30分ぐらいやってたからね、今日。そうそうそう。そしたらね、いきなり、あの。 の坂田さんってて方がツイートしくれたたみいでそこから9万人ぐらい増えて9万人じゃねえわ9000人9000人ぐらい増えて9000人が増えてと坂田さんかなじゃん大垣ってなんやねんで1000人ぐらい増えてやっと1万ぐらい感謝ですありがとうございます本当に じゃあまあね、あのーまあ、この配信はね、一応ネタという感じでやらせていただいてますので、まあ,あの半分本音ありという感じでやらせていただいて。<laughs> こどこかが本音やった <laughs> ど,こかがどこか一部本音でやらせていただいて。どこか一部が本音で、はい、それ以外は嘘大嘘だったということで,ですね。まあ、9割本音でやらせていただきましたと。 ほぼやんもう。<laughs> ほぼ本音で喋ったやん今日。ほぼ本音でぶつかり合う30代。30代喋れば。<laughs> 30代,ば <laughs> 代。真剣30代喋ればやん。<し>今の子知らんぞ、ね、その番組。いや前にてか30代ってつけたくねえな,なんか。嫌や,やな。ちょっと嫌やった今。ややうん、ちょっとなんかショックども今ショ。ショックですね。あまあ、みんなの中ではあの多分俺ら20代ぐらい。10代ぐらいらああ。そうね。<laughs> じゃあ終わりますか。 終わりましょうかはい、みなさん今日はね、まあまあ、まあ来てくれてありがとうな、ほんとに。ああ、確かに。うん、なんか、なんかタグ使ってツイートもしてくれてありがとなうな、ん。まあまあたまにはやるじゃんっていうか。うん、まあそんなお前らのこと、マーシーは好きだぜ。キュン。そんなみんなのこと、浦田さんは好き。 てて言るね剣道かなんかやってるね。好きです。好きです。船です。船です。じゃあ終わります。はい。また来たね。バイバイ。お疲れっす。バイバイ。あ、やったらっか、こんなことや。バカや、ほんとバカ、ボケや。バカや。